ケボンのリーです。そして田中です。はい、今日はね、道場である握手をしながらの蹴りの練習をやっていきたいと思います。非常に簡単ですのでぜひ、ね、やってみてください。はい、じゃあまずですね、普通の握手をします。で、これね、前蹴りです。伸びきると当たっちゃうので前、伸びきる手前ぐらいで止めてください。距離感で、ね、練習をやってください。で、大体、そして帯あたりを狙うような感じでやっていきます。反対手をね、こう上げます。これを交互に。これがですね、反対でしょうか。同じ要領で、1、2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 、
これで今度は回し蹴りです。で、この場合はですね、右で持った場合は右足をちょっと下げてみます。これで次です。次はね、こんな感じ。横になっていきます。で、ちょっと広めてね、デートするような感じですね。まだ距離が遠い。この時は横蹴りでいきますね。脇腹だ。これね、気をつけないと、この脇腹、カルビ、ソフトカルビが結構ね、やられ、折れます。なので気をつけてくださいね。で、しっかり膝上げて、この上から見たら分かるんですけど、天のこのラインに沿ってかかとがしっかりと直線で入るような感じ。こういう感じですね。はい、続いて少し距離が縮まった感じです。もうちょっとまた行こうか。はい、今度は足の裏で、まあ、いわゆる裏回し蹴りのような感じです。これあんまり強くするとね、痛いので軽くポンという感じで。に、うわ。優しいですね。溝をね、叩かないように受けてください。痛っ。はい、こんな感じです。で、最後はですね、同じようにまず今度はひねり蹴り、微強着ですね、顔面を狙って蹴っていきます。これね、蹴らないようにしてくださいね。はい、お願いします。という感じです。ぜひやってみてください。さよなら。